レジリオツールは、オランダのプロボクサー。スリナムパラマリボ出身。第6代 WBO 世界スーパーフェザー級王者。ダウンやストップされた経験がなく、カウンター一撃では、序盤中盤に倒す速攻型や終盤に倒すこともできた万能型の選手。1988年ソウルオリンピックに出場したが準々決勝で今大会で、 銀メダルを獲得するダニエル・ドミトレスクに0から5の判定負けを喫し敗退した。なおツールは1回戦でいきなりの小勝利と3回戦では初回レフェリーストップ勝ちを収めるなど強打を発揮した。特に上記の1回戦で優勝候補と言われたケルシー・バンクスを破った時は今大会最大のサプライズと言われる大波乱を演出した。 1989年7月29日、ニューヨークのフェルトフォーラムでプロデビューを果たし、初回2分6秒 TKO 勝ちを収め白星でデビューを飾った。1989年11月13日、ホセルイス・ソトと対戦し3回 TKO 勝ちを収めた。1990年1月29日、アトランティックシティのトランププラザで、 フェルナンド・ロドリゲスと対戦し初黒防止となる6回、0から2の判定負けを喫した。1990年2月12日、ジャコビン・ヨーマと対戦し6回1から1の判定で引き分けとなった。1990年11月12日、モーサー・サンゲーレと対戦し7回小勝ちを収めた。1991年2月12日、 スティーブ・ホワイト・ストーンと対戦し2回 TKO 勝ちを収めた。1991年3月25日、マヌエル・バティスタと対戦し、初回2分9秒後勝ちを収めた。1991年5月27日、ファン・ピエーレ・ディバテーザと対戦し8回判定勝ちを収めた。1991年6月14日、ニューヨークでニューヨーク州ライト級王者、 トマス・アルグエラスと対戦し4回2分44秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。1991年7月23日、元 IBF 世界スーパーバンタム級王者、ホセサナブリアと対戦し10回2から1の判定勝ちを収めた。1991年10月4日、ダニーロ・カブレラと対戦し7回 TKO 勝ちを収めた。 1992年3月27日、元 IBF 世界フェザー級王者カルビングローブと対戦し10回1から2の判定マキオキしニューヨーク州王座の初防衛に失敗し王座から陥落した。1992年12月3日、ジャコビン・ヨーマとエブヨーロッパスーパーフェザー級王座決定戦で対戦し12回判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 1993年3月23日、マイケル・ラ・フラッタと対戦し7回 TKO 勝ちを、収め初防衛に成功した。1993年6月11日、ジャコビン・ヨーマと三度の対戦。12回判定負けを起死し2度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。1994年4月18日、オビー・ジャクソンと対戦し4回 TKO 勝ちを収めた。 1994年9月24日、ロッテルダムのスポーツパレース方位で、オスカー・デラ・ホーヤの返上で空位になった、WBO 世界、スーパー・フェザー級王座決定戦で有限スピードと、対戦し12回3から0の、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。1995年3月9日、後のイボ世界ライト級王者トニー・ペップと対戦し12回、3から0の、 判定勝ちを収め初防衛に成功した。1995年6月17日、ペテ・タリフェルドと対戦し5回2分43秒、TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。1995年9月16日、元 WBA 世界、スーパーバンタム級王者ルイス・メンドーサと対戦し11回、TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功した。 1995年12月23日、アムステルダムの来で、ギオルギオ・カムパネーラと対戦し12回3から0の、判定勝ちを収め4度目の防衛に成功した。1996年4月1日、ナルシソ・バレンズエラと対戦し12回3から0の、判定勝ちを収め5度目の防衛に成功した。1996年9月6日、 アトランティックシティのバリーズパークパレスホテルカジノで、ホセビダ、ラモス初回1分47秒小勝ちを収め6度目の防衛に成功した。1997年初頭に王座に在位のまま現役引退を表明。WBO 世界、スーパーフェザー級王座を返上した。2001年8月30日。 フレディ・クルスと対戦し8回判定勝ちを収め5年振りの復帰戦を白星で飾った。2001年11月23日、後の世界2階級制覇王者、オルランド・サリドと対戦し8回1から2の判定負けを喫した。なおツールがスーパーフェザー級で試合をすることが5年振りだった。2001年12月20日、ショーン・シモンズと対戦し2回小勝ちを収めた。 2002年5月2日、ジミーゼイキレと対戦しに回顧勝ちを最後に正式に引退した。ありがとうございます。